体操競技の最後を飾る床運動、しかもその最後に登場するのが世界の女子体操界の女王ベラ・チャスラフスカであります。この床運動の演技を最後に第一線から引退すると聞いておりますチャスラフスカ、やがてご主人となるヨセフ・オブロジルさんもこの放送席のすぐ脇でじーっとチャスラフスカの演技を見つめております。いよいよこれからチャスラフスカの自由の演技が始まります。1964年東京、1968年メキシコの2つのオリンピックで女子個人総合優勝を成し遂げたチェコスロバキアのチャスラフスカは、まさに体操の女王と呼ぶにふさわしい存在でした。彼女の華麗で優雅な演技は世界の人々を魅了したと言えると思います。とにかくね、この人は、ね、人に対する思いやりというのが素晴らしかったんです。だからね、今演技の中でもね、監視を大事にする笑顔と挨拶まで入っているというね、細かいこの演技ね、ちょっと憎いですね。今そういうとりがないです。